プロジェクト A、プロジェクト A、現代 A 計画、英語大、プロジェクト A は1983年に香港で公開された映画、主演、監督、武術指導、脚本をジャッキー・チェンが務めている。1900年代イギリス植民地下の香港を舞台に、水上警察と陸上警察が反目しながらも、最後には協力して海賊を倒す。 アクション映画。高い時計台から落下するシーンに代表される体を張ったアクションのほか、コメディーシーンも数多く描かれている。日本では、ジャッキー・チェンが歌うテーマソング、東方的風がバラエティ番組や数多く使われていることもあり、日本におけるジャッキー・チェンの代表作的存在となっている。A 計画、A 計画は、もともと撮影時の仮タイトルである。 仮タイトルは、盗作やパクリが日常茶飯事、撮影中にパクリ、パクったもとより先に公開するということも行われた、だった香港に映画界、内容の検討をつけられないようにするためよく、使われた手法だったが、A 計画は、言葉の響きがいいことから、そのまま本編のタイトルに使われた。2010年、ダブルミッション公開時に公式サイトにて行われた。 ジャッキー作品のランキングを決める A-1 グランプリでは1位を獲得。なお、2位のポリスストーリー、香港国際警察の倍に迫る票数を獲得していた。20世紀初頭のイギリス植民統治下の香港。海賊が横行し、海を我が物顔で荒らし回っていた。これを取り締まる、はずのドラゴン、ジャッキーチェンたち水上警察は、 いつもヘマをして海賊に逃げられてばかり。さらにジャガー隊長、ユンピョを率いる陸上警察と酒場で大乱闘事件を起こし、保有戦力の選定が海賊に爆破されてしまうに至り、ついに水上警察は陸上警察へ吸収統合されてしまう。その頃、海賊退治のため派遣されてきたイギリス海軍の提督までも海賊たちに捕まり、乗組員が 人質になる。香港総督は、身の代金を支払い恩敏に済まそうとしたが、ドラゴンの説得を受けて、彼に、旧水上警察部隊の指揮を一任。お互いの正義を愛する心を知って和解したドラゴンと、ジャガー。さらに、ドラゴンとは、窮地の中で、密かに海賊の財宝を狙うこそドロフェン。サモハン金宝も加わった精鋭メンバーは、乗組員の救出と海賊の全員逮捕。 目的とした A 計画、プロジェクト A を発動させる。日本公開時には、ジャッキー・チェン10周年記念超大作、初主演作品、タイガープロジェクトの1973年から数えて10年、として宣伝され、劇場公開時のキャッチコピーにも使用された。また、エンディングの NG シーンが異なっており、自転車チェイスシーンの BGM が、日本独自のものに差し替えされている。 なお、オープニングのクレジットシーンは赤字のバージョンと白字のバージョンがある。本作は1981年11月のドラゴンロード撮影直後から制作準備が始まり、1982年夏から撮影が開始されたとみられる。映画のプロットはカーク・ダグラスの映画バイキングがカンヌ映画祭で上映された際、本人から説明があった。 ジャッキーを代表するスタントが本作の時計台落下シーンである。基本的にスタントマンを使わないジャッキーにとっても25メートルの時計台から地面に落下するアクションはまさに命がけ、スタトであった。ジャッキー本人によると撮影を決心するまでに一週間悩んだという。なお、この時計台落下シーンは喜劇王ハロルドロイドの代表作、用人無用。 セーフティーラストにおける有名な境内のシーンからヒントを得ている。このシーンは1回のアクションを別アングル3方向から撮ったものではなく、ジャッキーはこのシーンのために6日間、塔の上に登って、時計の針に数分間ぶら下がることを繰り返し、3回時計台から地面まで落下した。すべてのカットを本作で見ることができる。なお、 本編に使われたのは二つで、落下の仕方が異なっている。残る一つは落下失敗で、屋根が破れずに NG となり、これはエンドクレジットの NG シーンで採用された。大怪我を負ったのは、最初のテークで頭から地面に落ちたこのカットは、非常に衝撃的で有名なのとなった。ジャッキー映画、アクションを語る上で特筆すべきシーンでもある。本作で削除されたシーンは、 などが存在する。これらは、スチル写真や一部が、エンディングの NG 集に使用されただけであり、オミット文のフィルムは、処分されて現存しないという風評も立ち、半ば幻の場面となっていたが、2004年に、再発売された DVD に、映像特典として収録された。また2007年に発売された、フランス版 DVD には、ジャッキーやユンピョウ、 サモハンラの映画公開時の宣伝映像が収録されており、その中でまた新たな削除シーンを見ることができる。もともと本作は陸上編と海上編の二部構成で3から4時間にも及ぶ超大作となる予定だった。しかし、ダウハクスンの死去や台風によるセットの崩壊によって変更になった。タイトルはもともとパイレーツパトロールを意味するタイトルだったが、 結局は、盗作を恐れたスタッフが撮影中に、A 計画と呼ばれていた仮タイトルを正式なタイトルとした。バトルクリークブローの監督である、ロバート・クローズは、バトルクリークブローの他に二つの脚本を、ジャッキーのために用意していた。一本は後に、ジェームス・グリッケンハウスが監督を務めた、プロテクターと、ブラッド・アイランドという名の海賊映画である。ジャッキーが歌う本作の主題歌、 東方的風、日本ではそのまま、プロジェクト A は国際公開版のエンディングテーマとして使用されたもので、本作のテーマ曲に歌詞を付けたものだが、香港公開版には収録されていない。日本では、ビクター音楽産業株式会社、当時から発売された LD と VHS、そして近年ユニバーサルから発売されたリマスター版、DVD 及びブルーレイの日本語機械音声で、 聞くことができる。2007年、富士商人より、パチンコ機、CR プロジェクト A が発売された。劇中の映像が使用されており、ジャッキーの声は、石丸広屋の新録音である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。